本日も宇宙メイドチャンネルへようこそゆです本日のテーマは今伝えたいメッセージについてですで今日はですね降りてきてるメッセージがかなり抽象的なのでどこまでその翻訳できるかっていうのはちょっと自分でも今わからないんですけどあのお伝えできる分はお伝えしたいしあの今日しっかり伝わらない場合でもその後々噛み砕いて説明できるタイミングがあると思うのでその時に あの話していいいきたいと思いますで先にですねメッセージが来ているのが今を生きるこれいろんな方があのいろんな風に説明されてあるのでそんなことは聞いたこと何回もあるよみたいなえそんなの知識では知ってますっていう方もすごく多いんじゃないかなと思います。でこれをですねより深くちょっとメッセージが来てたのでそれをお伝えしたいと思います。 今皆さんの生きてる世界にはどういう情報が入ってきてますかこれはあの一人一人違うと思います。それは自分の思い込みであったり自分の観念ですねで私もよくこの YouTube で話してるんですけど自分の思い込み世界はこうだなとかあの私ってこうだよなとかいろんなことを思ってるんですよね。 でこの自分の思い込みを自分のフィルターを通して世界を見ていくんですじゃあこれはどういうことかっていうと皆さんが生活していって360度この世界に皆さんがこの観念で描いてるそう思ってるものが情報として入ってくるっていうことになります。じゃあ例えばですね今 その経済の中であるのはえっとがが値上がりしてますよねじゃあ円安とかになったりとかまあいろいろありますよね経済状態であったりとかその社会的なことであったりとか世界をこう広げて意識するとその紛争があったりとかいろんな状況がある中で皆さんが何を思っているか。 でその情報が入ってくるしあの前回の動画でも話した通り自分はこうだって思った時にその検索あのパソコンであったりとかあとはスマホですねで検索したものこれに関連付けていろんな情報がさらに濃厚に入ってくるっていうことはそれがその自分の観念が増強され されるっていうそんな時代っていうのは話したんですけどじゃあ,あの,あの怯える必要は全然なくて「え私の,そのこの世界には不安なことがたくさん入ってきてる」うわ「わどうしようどうしよう」どうしようって思うかもしれないですけどそれはもう全然あの不安に思う必要はないです。であのこれからですねあのすごくやっぱりこう試される時代というか自分の、えっと、能力 才能個性これが花開く時代になっていきますじゃあそのためにこのいろんな状況っていうのは皆さんの能力・個才能・個性を花開いていくための現象なんですよね。で あの今メッセージでめちゃくちゃ来てるのはどういう情報かっていうとこの「今を生きる」って言った時にあの一緒に来たのが動物をちゃんんと見なさいって言われたんですよ特にまあサバンナとかにいる動物ですね動物園にいる動物ではなくてでこれは何を意味してるかっていうとこの動物たちは もう今っていう瞬間を思いっきり生きてるんですよじゃあ食事をします食事をする時に今っていう瞬間お腹が空いてたら狩りをするしそうでなければしないだから本気でその今っていう瞬間を生きているじゃあ例えば小動物リスがいた時にリスは冬眠をするとかいろんな動物冬眠する場合もあるんですけどそうした時にその 冬眠のの時期を乗り越えるためにそのなんかこうやって <laughs> もうこうやってこの前ちょうどテ,テレビで見てたんですけどこうやってあの <laughs> むしゃむしゃあの木の実とかを食べてほっぺたを膨ら,らませてそれでその木の実を蓄えてで冬眠をしのぐっていうあのテレビを見たんですけど。ってなった時にそれはその冬を 乗り越えるためののまあこうやって今っていう瞬間あじゃあ貯めておこうっていうふうに思うじゃないですか。ってなった時に動物たちはやっぱりすごくシンプルなんですけどであのこの私たちがそのだいぶ長い年月を意識しすぎてあの 今っていう瞬間に多い。私このここを意識しすぎてあの今大切なものに気づけなかったりとか今あるものに気づけなかったりとか今健康で家族がいてとかで何々する余裕もあってっていうそのタイミングがあったとしても先々先々先々すごい長い年月を の意識すするるここことにによよってここがおろそかになるんですよだし私たちはもしこの動物に近いような感覚でいることで何が起こるかっていうとこれ実は今っていう瞬間に生きると何があるかっていうと地球世界日本 で自分の住んでる地域ですね。で家族。えっ、ー、とでまあ自分ですね。今っていう瞬間に生きるとこれのすべてのシンクロが起こるんですよ。それは今っていう瞬間あなたにとって心地いい選択をする。 選択をすることによって地球世界日本地域家族自分これが全て心地のいいシンクロが起こるんですよだから今っていう瞬間生きてない人が多すぎて今っていう瞬間まだ起きてないその未来を不安で生きることによってこのシンクロは何が起こってるかっていうと不安なシンクロが起こってるんですよ ってなった時に、私たちが、ま、この状況があります。で、未来どうなるかわからない。不安が起きるのも当たり前だと思います。でも、じゃあ私たちは今っていう瞬間、何をできるか。って言った時に、今っていう瞬間を思いっきり生きることなんですよ。だから、今っていう瞬間を本気で生きること。で、本気で生きるっていうのは、力を入れて頑張ることではなく、力を抜いて、 本当に自分がやりたいこと本当に今選択したいもの今本当に食べたいもの今本当に一緒にいたい人これがすごく大切になってくるんですよね。でもうあまりにもスケールが大きすぎて「えっ?」って思うかもしれないですけどあなたが幸せになることが世界平和。 私地,いい地球のためになるんですいやいや私がそんな一人が心地いい選択をしたところで世の中で起こってる大変なことであったり世界で起こってる紛争それが良くなるわけないじゃないって思うかもしれないんですけどこれ今っていう瞬間を生きる人が増えれば増えるほど何が起こるかっていうと。 今っていう瞬間心地いい幸せハッピーだなーとか愛感じるなーとかこれで生きてる人たちが増えれば増え,増えるほど何が起こるかっていうとこのシンクロが素晴らしい愛と調和で満たされたそのシンクロが起こっていくんですよじゃあ 今っていう瞬間今今今だから地球も変化してる世界も変化してる日本も変化してる地域も変化してる家族も変化してる自分も変化してる毎瞬毎瞬変化してるんですよだから私たちがこの時間の概念にとらわれてるとここが変わったとしてもあなたが変わり変わらないでもあなたが今っていう瞬間心地いいを選択することがなぜいいかっていうと あなたの心地いいと思うことあなたがやりたいことあなたが興味を示すものそれは地球があなたにやってほしいことであり世界があなたにやってほしいことであり日本があなたにやってほしいことであり地域がやってほしいことであり家族がやってほしいことであり,であり自分が本当にやりたいことこれが全て成り立つんですよ。でこれ意味わからないとは思うんですけどでもこうやってシンクロが起きるんです。 だからじゃあ、えっと、たくさんの人はこのいろんな情報ここに翻弄されてえってるんですよえどうしたらいいんだろうどこに進めばいいんだろう何をしたらいいんだろう。 情報はたくさんあふれてていろんな人たちがいろんな発信をしてこうした方がいいああした方がいいこうやって準備した方がいいいろんな情報を話すときにあなたはいろんな情報があるがゆえに、えー、と周りに選択肢を与えてるがゆえに何を行動していいのか不安が増大するだけなんですよじゃあもし周りが不安を不安をベースにですねここ不安とかここが不安とか恐怖とか これをもとに発信してたらあなたはその情報を得てでその恐怖に触れるんですよ不安に触れるんですその情報を通して。ってなった時にそこで「わあこんな時代になるんだやばいじゃんどうしようどうしよう」どうしようでもうこういう時に今っていう瞬間自分のこの周りではなくまず自分ですね自分の心。 えっと、まだ起きてないことに対して不安を抱いたりとかえ大変大変って思うのではなくまずは自分の心にしっかり意識を向けて今何がしたいどうしたいっていうことに意識を向けることってめちゃくちゃ大切なんですよだからその未来のために今必要な分以上例えばこの動物で例えるとじゃあトラがいましたじゃあトラがシマウマ を、えー、と獲物として捕らえてえで食べたとしますもうお腹いいっぱいなんですですもそこでお腹いっぱいだけど未来食べれないかもしれないと思ってよりたくさんのシマウマをこうまあお腹いっぱいなのにそれでももっと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 ,もっと食べようでしたらそれで生態系が崩れたりとかバランスを崩していくんですよ。 でも例えばある程度まあこのぐらいでお腹いっぱいだなって思って途中で、まあ、お腹いっぱいでいい、まあ、これぐらいでいいやってやめたことで他の動物たちが食べたりとか命をいただくでそれで循環がなされるそれはそのいろんなシンクロニシティが起こっていくでも私たち人間はもっとたくさんもっとたくさん今っていう瞬間は必要ないけどでもう先々不安だから。 こ,こに手元に置いておこうとか今っていう瞬間必要な分を必要な量だけ持つことでそれで周りとのシンクロが起きたりとかすごいいい調和がとれるはずなのに不安を不安をもとにたくさんたくさんもっ,も,っもっと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 って思うのってなぜかっていうと未来に対しての不安な観念があるから未来は不安な未来になっちゃうんですよ。でも 今っていう瞬間満たされていてで今っていう瞬間これぐらいで大丈夫でえじゃあ未来はどうなるのって今心が満たされてるして今幸せだから十分って思うことができたら未来もそのわー今も手元にあって十分これは私は満たされてるこの感覚ですね。 ここののの感感覚覚ででいるるるととその感覚の未来を体験すすになるんですよだから正直言うとこんな難しいちょっと難易度の高い世界でこの感覚で生きるっていうのは正直難しいことだと思います。でもじゃあそんな周りに不安周りの不安な状況に翻弄されたりとかどうしようって言って迷ったりとかいろいろこう自分がいるのに ここら辺にいたりここらもう幽体離脱状態ですね。で、えー、と自分の本質と離れたところにいる。ってなった時に何が起こるかっていうと,、えー、と今っていう瞬間を生きる人たちがやっぱりキーワードになってくるんですよ。だから今っていう瞬間幸せだよねって今っていう瞬間そのに意識を向けれるっていうことは。 どんなに大変な状況があってもふっと空を見て「うわー空って綺麗だなーって美しいなーってわーこんな美しい地球に生まれてよかった」っていう風な観念を持つことができるんですよ。それは私たち地球同じいうに生きてるんですよ例えば同じように空を見ることもできるし同じように秋とか冬のその季節感を味わうことができる。 でも、例えば不安に翻弄されてた時に私たちは冬の美しさとか冬の感覚であったり空の星の綺麗さ空の青空の美しさ太陽が降り注ぐその暖かさその当たり前にあるものにすら気づけなくなっちゃうんですよ。ってなった時に今っていう瞬間に生きてる人たちが近くにいることによって皆さんはこう気づくことができる。 だからあそうだったそうだった今っていう瞬間に生きるんだったっていうところに意識を向けそれはトレーニングに近い感じなんですよね。でトレーニングみたいな感じで今ブレては戻りブレては戻りそれを繰り返すことに何が起こるかっていうと皆さんはどんな状況があっても自分の軸自分の中心に戻れるようになるんです。だし、どんな状況があっても自分の こので地球の地球って大好きっていうその感覚を取り戻すことができるそうした時に皆さんはすごくやっぱり力を発揮していくんですよねこの力を発揮するのってどういう感じかというとこの今っていう瞬間にいることなんですよでこれは例えば時間の概念であの生きないでください今今今今 今っていう瞬間にずっといてくださいっていうよりも私たちはこの意識がどこにあるかで地球的な意識と宇宙的な意識っていうのがあるんですけどこの宇宙的な意識になるにつれて今っていう瞬間の感覚が強くなるんですよ。で地球的な感覚に近づけば近づくほど時間っていう概念に縛られたりします。じゃあこのえー、と こっちが悪くてこっちがいいかっていうとそういうわけではなくてただの特徴なんですよ。で今私はその周期もあるので私の場合はまあ宇宙的なところに行ったり地球的なところに行ったりこの周期がちょっとあるんですけどそうした時に今はどっちかっていうとこっち寄りなんですよね。ってなった時に私はこの時間っていう概念を使ってえっと今えっ、ー、と過去 過去、えっと戦争、戦争を体験したご先祖様から結構メッセージとか、えっと、情報をもらうことが多いんですよ。で今日も来たんですけど「なぜ今幸せであることに気づかないの?」って言って。で今今の時代って どどれれほど恵まててるかって今手を伸ばせば叶えたい未来なんて簡単に叶うのにじゃあ不安があるかもしれない不安があるならこんな世界を生きたいっていうふうに思えばそれを手に入,られ,る入れられる簡単な時代なのにだからこそ不安があるかもしれないどうしていいかわからないかもしれないそんな時にどういう世界で生きたいかっていうのをしっかり望んでっていうのが来るんですよ。 でそれを望むことでそっちに行けるけど不安にフォーカスしてたりとか戦争にフォーカスしてたりとかどん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 悪くなっていくことにフォーカスしてたらまた辛い経験をしないといけないよってあなたたちが大切な家族といることがどれほど素晴らしいことか特にご先祖様の中であのちょっと前回も話したんですけど おじいちゃんの兄弟の長男さんがめちゃくちゃ優秀な人で,でその人がその戦争でもその,その地域でまあリーダーシップを発揮してるような人だったんですけどその人の名前を取った、えっと、おじさんがあの同じ名前だったのでそれでちょっとシンクロしてるのかその長男さんが亡くなった時の映像があのを見たんだっていうのを言ってたんですよね。 でその時にあのもう恐怖その国のためとは言え死ぬって分かってるんですよもう圧倒的に不利な大きいもうそれこそレベルが全然違うすごいそのなんとか戦艦みたいなのにちっちゃい弱々しいあの飛行機みたいな2人乗りのその飛行機でこう。 飛行機ってていいうかうかかんですかね戦闘,機戦闘機でちっちゃな戦闘機で行くんだったらもう死ぬっていうのが分かるじゃないですかそんな中で勇気を振り絞ってその大切な家族を守るため国のためもうそう生かさるを得ないその状況でやっぱりこう頑張ってたってなった時にそれを味わいたくないでしょうっていうのが来るんですよ。だからこそ 今っていう瞬間辛いかもしれないし大変かもしれないけどそれでも光を見いだして望みどういう世界で生きたいかをしっかり意識を向けてそっちにそっちに行ってっていうのがすごく来るんですよだからそれは私たちがそのご先祖様、えー、と皆さんもいるようなそのご先祖様ですね戦争を味わったことのあるご先祖様はみんな思ってると思うんですよ皆さんが。 より心地よくより幸せだなって安心だなってそういった世界で生きることを望んでるってなった時に今はこう、まあ、地球全体のことで話してはいるんですけど皆さんがそうやって世界をこういう世界で生きるって望みそこでじゃあ望むと何が起こるかっていうと望むだけでではなくくてて行動が伴ってくると思うんですよだからこんな世界で生きる。 じゃあ自分はどうあったらいいんだろう例えば私は愛と調和の世界で生きるってなった時にああじゃあどんな大変な状態であったとしてもそこから愛を見出そうとか辛かったとしてもそこから光を見出そうそういったことがすごくやっぱり大切になってくるだから本当にあに、のー、こうやってその時代 まあ、時間っていう概念だからその時空を超えて、えー、とチャネリングしたりとかそのメッセージをいただいたりとかはしてるんですけどでも最終的に今を生きることのだから私ももうなんか大変なんですけどね日々こっちにこっちに行ったりこっちに行ったりこっちに行ったり,こっ,ったりこっちに行ったりってちょっと目まぐるしくて大変なんですけどだからそこのバランスを取るのに今結構必死なんですよね。今までではずっとここら辺で あの過ごしてたのですごいチャネリングもしやすかったのにあの意識で言うとこんな感じなんですよだから、えー、と感覚で言うとこれを輪切りにしていくっていう感じですねだから自分がいてここだと世界があるでこっちだと自分っていうのがこの輪切り広くなりますよねだからこの感覚この感覚にいろんな存在がいるのでチャネリングはすごくしやすいんですけど ここの点になった時にここの1つとこうチャネリングを取ったりとかこことチャネリングを取ったりあとは深いところも自分にもっとさらに深い自分ハイヤーセルフとつながったりとかなのであのちょっとそのやり方とかその感覚が違うのでそれをあの感覚を習得するのに今ちょっとトレーニング中っていう感じです。 まあ、あの謎が謎を呼ぶすごく抽象的な内容だったんですけどだから皆さんが今っていう瞬間を思いっきり生きていただきたいなとは思いますまあ今日はですねいろんな情報がある中の一つとして捉えていただけたらと思いますですねまたちょっとこれがあのもっと深掘りできたら深掘りしていきたいなと思うので今日はちょっと長くなりましたが本日もご視聴ありがとうございます また次の動画でお会いしましょう。さよなら。